皆さんこんにちは、まいのりです。ということで今回は、国境のねちょっとマップの軽くここを知っててほしいなっていうところを思いつきでどんどん、説明していきたいと思います。今バイトから帰ってきてとりあえず撮ろうと思ってパッて開いて撮ってます。なので何も撮ることを考えずにやってます。でね、今回バック使ってるんですけど、まあ、バックとか足とか使う方にちょっと覚えててほしいところ、まあ、知ってる方多いと思うんですけど一応説明してみます。よくねここボムだったりするんですけど、武器庫とこの資料ねここにボムがあったりするんですけど、その時ねまあどの敵も大体ここ補強するじゃないですか。でまあミラがあったりしますよね、こっちでこことかで、そういう場合にまあ自分がね、攻撃側の場合にバーって来た時にここミラー置かれてたりするとかなり攻めづらいと思うんですよ。でプラス、まあ、ここにもミラー置かれててここにね、でここ開けられててこんな感じで撃たれたりするとすごい厄介だと思うんですよね。でプラスここね餅つきよくありますよね。ここに有刺鉄線置いてあって、倒そうにもなかなか倒せない、でここでずっと餅をつかれてる、そういう場合どうするかっていうことなんですけど、まあ簡単に あとねここ強ポジですよね。ここ、こんな感じでずっとこんな感じで見られてたりしますよね。でそういう人たちを、どうやって倒すかっていうことなんですけど、まあ簡単にバックとかアッシュ使ってれば下から突き上げで、まあフラグ持ちの人でもいいんだけど、こんな感じで上からね下開けてもらえれば分かるんですけど、まずここですね、このポジションと、ここの、まあ、大体バンディこの角とかにいたりするんで、このポジ、このポジションで、それからミラポジですね。まあ、ここはね基本的にここを、補強されてることもあるんですけど、まあ、この辺かな、うん、こんな感じで上から開けてもらえれば一番わかりやすいんですけど、まあ、下行きましょうか。まあ、アッシュとか、バックを使って撮る方、僕の最近の国境の動画見てればねある程度わかると思うんですけど、一応改めてね、改めてというか細かく説明していきたいんですけど、ここ取ります。まずこの換気室で、換気室取った時にね敵が、突き上げするって分かってる、まあ上手いチームっていうか、まあ、敵だとこことか開けてたりして、バックが入った時点でここをこっそり入ってきて、まあ、倒しに来るとかっていうのもあったり、まあ、プラスねここをまあ途中から開けてイングレとか C4 で開けてこんな感じでラペってる敵を倒しに来たり、あと入ってきたバックとか、足を倒したりする人が、いたりします、ここの部屋からね。なのでそれだけ気をつけてもらいながら、まずここ入ります。そしてここですね、まあ、簡単に突き上げしてもいいですし、フラグをチカチカチカーってなってこううーんの時にブッと投げるとここで当たります。敵にこんな感じで投げると、大体負傷しますここね結構いるんで、このポジションで、あとここですね、ここがさっき言ったバンディの餅つきポジションですね。ここを下から突き上げてもらうか、まあ、ここちょっとねリスク高いんですけど、右から撃たれる可能性もあったり、階段の中腹とかから撃たれたり、ここからね、こんな感じでこっそり出てきて撃たれたり、あとここからまあ来たりっていうこともあるので、まあここからでも一応できるんですけど、僕はいつも換気取ってここからこっそりとねこの辺からバーンとやったり、まあいるって分かっ確実にいるって分かってればここからフラグ投げて倒したりします。そうすればもうバンディはね餅つきできなくなるので、味方がねサッチャーと、まあ、サッチャーいなくても下からここからショックワイヤー壊せるので、うん、テルミとかいれば簡単に割ることができます。で、なおかつここに、ミラーがあればね、下からミラーの赤いやつ作って打てばミラー壊すこともできます。でもう一つさっき言ったここですね、ミラポジ、ここもここ開けてもらえればここからミラーの、ブラックミラーあれ開けれるんで、でもしいるの分かってればここからフラグ投げてね、倒してもいいしって感じでやっていくんですけど、まあだからここ取るだけでかなり敵のね自由度を奪えます。ここを潰してここを潰してでここまで潰しちゃえば結構武器庫簡単に取れます。だから下をねバックが取ってくれるとすっごい攻めやすくなります。まあ、アッシュとかでもねブリーチング弾ここにブーンって打てばいいし、
でスレッジとか、IQ とかでフラグを投げても、まあ、壊せるっちゃ壊せるんで、うん、で最悪もうこの辺ならね、ショックワイヤー壊すだけなら普通の銃アサルトとか、まあ、この辺の銃で撃てば壊れたりするので、うん、まあ、下取ればね結構、武器庫攻めやすくなります。で、さっきも少し説明したんですけど、下取ってる場合ね、下からバンバカバンバカこうやってる時って、例えばね、自分がもし防衛側だとするじゃないですか、皆さんがね、ここいました、でバックが下からここバンバンバンって開けてきた、こことかも開けてきました。でまあそれで想像できるのは、バックがねだいたい上向きながら、ここでこんな感じで上向きながら敵来ないかなーって見てるんじゃないかっていうのが想像できますよね、こんな感じで。ってなった時に、もしね僕が、まあ、防衛側 だとしたら、あ、バック今下から上見ながら、まあ下ノーマークな状態でずっと上向いてんだろうなって思えば、もしこの辺で遊撃出てる人がいれば、ね、まあ、仲間がいてもそうなんだけど、報告するじゃないですか、バック突き上げしてるって。そういう報告が入ればね、まあ敵もこんな感じでバック潰しに来ますよね、もちろん自由にさせたくないので。って感じでこう倒しに来た時に、もしこんな感じでもう無防備にというか、もうのんきに上ばっか見てると、こんなとこから来た敵も全然見えないんで簡単にやられちゃいます。なので、突き上げしたい方はね、ここからやってる途中に何度も、敵来てないか確認してしましょう。で逆に突き上げしてる時にここ来てくれれば、もう待ってるだけで倒せるんで、敵ある程度仕事すればね、ここ壊したりとかやれば、まあ1分というか、ある程度はね、こう来る敵を待ったりしましょう。でもう来ないなって分かれば、この辺のね敵が来るのを待ちながら、味方のサポートしながらみたいな感じで下からやってもいいし、最悪仕事終わればもう上に行って味方と合流して、武器庫を攻めに行ったりっていうこともありだと思うので、ただとりあえず、ここからね、倒しに来る敵を、まあその敵にやられないように、そこ注意しながら、突き上げはやりましょうっていう感じかな、うん、この武器庫ね。で、最後にちょっとあと1分ちょっとあるんで、さっき説明したここですね、敵がねうまい防衛の人だとね、ここバーンってイングレで開けて出てきて、ここラペってる人倒したりするんですよ。でそれ何かっていうと、ここですね、ピューンってラペってて武器庫取りたい時にテルミとかがですね、こんな感じでここでドローンをピュッて投げて、この感じでセキュリティないかな、武器庫いないかな、どうだろう割れるかなとかって、ね、のんきにここで見てる人がいますけど、めちゃくちゃ危ないですこれ。もう皆さんあんまりやらないようにしましょう。っていうのもさっき言ったように、ここからね敵がこうイングレでぶって開けてひょいっと出てきた時には、もう見てくださいこれ、もう簡単に倒されちゃいます。うん、でここだけじゃなくて、もちろんここね下から簡単に、ラペってればこの辺からね敵がパルスとかで心拍開いて、あ、ラペってんなってバレればピッて出てきて、撃たれたり、まあ、ここから出てきてね撃たれたり、でプラスここからも出てこれるので、こういうこともされたりします。なので、まあついでにちょっとお話したんですけど、ここのラペめちゃくちゃ危険ですここ、うん、本当に危険。カバーがいるならいいんですけど、カバーするとしてもね、ここも見ながらここも見ながらここも見なきゃいけなくなるので、すごい難しいんですよ。なのでまあ最悪この辺でドローン、クレイマーとか置きつつ見るかって感じになるので、武器庫攻める際はねラペ狩りとかもすごい気をつけながら、まあそれを話すとね、やっぱりバックとかのキャラが1階をねしっかり制圧してる状態っていうのは、味方にとってもすごい、攻めやすくなるので、うん、なのでまあもしねバックとか、まあ、足とか使う方いれば、今回お話ししたような攻め方、下から、圧をかけるような攻め方もしてみてしてみてはどうですかって感じですね。まあ僕は、もしねちゃんと何だろう、適当にね立ち回るんじゃなくて、しっかり味方のために戦うってなった時には、まあ、バック使って国境でこういう感じ下取って、突き上げして敵の自由度を奪うって感じの守り方をしてます普段ね、うん、なのでもし使う方、まあ、やってみてくださいっていうか、やった方が多分強いと思う、うん、ぜひやってほしいって感じです。ちょっと防衛側になったんで、さっきのねどんな感じで来るかっていうのを教えます。爆弾の見張りを強化しろ、まあ、この感じでバーンって開けて、
打って出て、ここにいると敵にダーってやられたりします。うん、あとはね、うん、まあ、ちょっと10分ぐらいの動画にしたいんでもう一つだけじゃあもうお話ししときますか。ここは敵の支配下だ、すぐに離れる。ここですね、ここ、このラペ。位置がバレた。さっき換気室があそこだったんですけど、武器庫取るときのここの窓、よくねビアードとかでラペってたり、あのヒューズとかでラペってる人いるんですけど、この窓ですね。まあ正直言って防衛側に倒されにくいです。ただ分かってる人がいるとここバーッと飛び出されてもやられちゃいます。でここの飛び出しってね意外と強くて、さっき言った換気室、ここにいる敵も簡単に倒されちゃいます。でプラスあそこの窓口ですね、この窓口、まあ、ちょっと見に行った方がいいか、ちゃんと。窓口っていうのはここですね、ここ。まあよくボムになったりもしますけど、ここを攻める際によくテルミットとかでここは穴開けて、ここら辺からね、こんな感じで敵がなんかいないかなって見てるテルミットさんとかいますけど、さっき言った武器庫のね、ここから飛び出すと、あ、ごめん、ここ飛び出すと簡単にもうやれちゃいます。うん、それも覚えててほしいのと、で逆に攻撃側でね、よくビアードとかで、まあ、僕もやるんですけど、ここから中の敵をね、狩猟の敵倒したり、ここからまあ見てないかなとかやったりする人いるんですけど、ここも意外とねちゃんと分かってないと弱かったりするのが、こことかに敵が実はいて、ここからザーって出てこられると、ここねビアードとかいても簡単にやられちゃいます。ここなので、ここから攻める際はね、中の敵倒したいんだけど、もしかしたらここ出るかもっていうのも気をつけなきゃいけない。うん、まあここから出る人もいるしね、もう最初でも殴っておいて、ビアードいますっていう報告入った瞬間出てきて、ジャーって倒して入ってくるとか、まあそういうこともやられるので、気をつけてください。まあそんな感じかな。うん、まあ今回の動画で2つ3つぐらい、皆さんにいろいろ教えることできたので、まあもしためになったのであれば嬉しいです。ということで、ここまで皆さんご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお待ちしてます。バイバイ。